大阪市西成の住宅街。ここに古紙回収を生業とする人たちがいる。始まったのは終戦からおよそ10年後。男たちはここで共同生活を送る。頭悪いもんね。他行くとこないもんね。実はホームレスだったんですよ。みんな口に出さないけど、それこそね、辛い過去を背負ってここに来てるわけだから。彼らはなぜここに、そしてどんな生活を送っているのか。さらに新型コロナの影響が。いや、去年のやっぱり春以降激減。半世紀以上続くおっちゃんたちの共同生活にも影を落とす。大阪西成の古紙回収業者に密着した。おはよう。午前6時半、業工会大阪支部。古紙を回収する作業は早朝から始まる。長い髪を後ろにくくり運転する男性が責任者、森下俊之さん。古紙回収のため大阪市内のビルへ向かう。およそ60年前からこのビルでの回収作業を請け負っているが、ここ1年不穏な影が忍び寄っていた。いや、去年のやっぱり春以降激減、半分以下ぐらいな、の状態がずっと続いてます。もともとペーパーレスという時代の流れの中、新型コロナの影響でテレワークや在宅勤務が増え、紙の量が激減しているのだ。紙の回収が行われている頃、業工会では並行して選別作業も行われていた。ここで働いて30年というまっちゃんこと松本松雄さん。寒くてやってられる。手が震っちゃう。帰ってきた。午前10時半、紙の回収に行っていた森下さんの組が帰ってきた。ビルから回収した紙も加え、ここからは沖縄県出身の渡辺さんも仕分け作業に入る。ゴミばっかでな、いいものは出てくるんだ。昔は100円からな、200円から出ちゃってた。今じゃ1000円も出ちゃう。そして下の階でシュレッダーにかけられた紙を梱包しているのが大ちゃんこと天達大志さん。大ちゃんも10代から33年もここで働いている。この日の気温は1度。冷たい風が吹き込む中、作業が続く。開けとかないと、なんつうの、向こうから来る風がここでよどんで、もうほこりまみれになる。1週間ぐらいするとこんな感じ。業工会大阪支部はいわゆる廃品回収業者。紙だけでなく鉄くずや古いタイヤなども集め、選別して販売し収入を得ている。ここが発足したのは今から65年前。
キリスト教系の社会福祉法人で、ここには教会があった。現在、30代から80代の7人が廃品回収をしながら共同生活を送る。皆、元ホームレスやトラブルなどで家を出た、行き場を失った人たちだった。野宿になった人とか、あるいは障害持ってたりとか、別にそれだけが条件じゃないですけども、そういう行き場のない人らと一緒に働いて暮らしていく、そういう場所ですね。そういう森下さんも責任者とは言うものの、ここで共同生活を送る一人。ここが見てわかるように段ボール置き場です。やっぱりキロ9円ぐらいですかね。ここがアルミ缶貯める場所ですね。アルミ缶一時80円70円ぐらい、だいぶ値下げてたんですけど、最近またちょっと上がってきて100円近くまで戻してますね。そしてメインの収入源となるのが古紙だ。紙にもいろいろ種類があって、こういう白い部分が多い紙は模造って言います。で、こうしたものは今度色状って言われる紙になります。例えば、模造やったらキロ11円、色状やったらキロ7円とか、ざっくりと言えば、あの綺麗な紙から、だんだん色のついた紙に下がっていくにつれて値段が下がっていきます。半世紀以上続く業工会大阪支部には、多い時で20人の作業員が働いていた。20年前の仕分け場は天井まで埋まるほどの紙。今ではその半分以下に。今後の見通しに不安がよぎる。今残ってる7人というのは、少なくとも10年以上ここにいるメンバーばっかりで、ここにまあ居ついたというのか、それぞれに事情あります。いろいろ事情はありますね。仕事が少なくなる中も、ここで共同生活を送り続ける7人。それぞれに残る理由がある。現在88歳、建設現場にあった犬小屋に寝ていたところを業工会の神父さんに救われたというまっちゃんは、あれで頭悪いもんね、他行くとこないもんね、やめて、ここしかない。あんまり変なとこ行くと2日か3日で追い出される。結局こういうとこしかいるとこね、なくなっちゃってね。ここにやってきた理由もそれぞれ。沖縄で生まれ育った渡辺さんは、30代後半に働き口をなくし、京都で職を見つけるも、その会社も倒産。職はもう追い出される羽目になりまして、それでもうホームレスになっちゃったってわけです。ついにこの時が現実に起きてしまったかっていう絶望感、このまま職が見つからなかったらもう自殺しようかとも考えたくらいで。3ヶ月の間、家のない生活を送った渡辺さんは、大阪枚方の神父さんに業工会を紹介してもらい、17年前にやってきた。今ではここでの暮らしに幸せを感じている。一つの部屋に一人っていう完全個室が一番いいです。築90年を超す木造の住居スペース。風呂とトイレは共同で、それぞれに3畳ほどの部屋。そして昼と夜のまかない付きだ。渡辺さんはホームレスを経験したからこそ、屋根があり布団のあるぬくもりを実感している。一方、福岡生まれ51歳の大ちゃんもこの場所を気に入っていた。ネズミの巣です。大ちゃんの部屋にはロボットアニメや特撮ものの本や DVD が山積みになっていた。
昔のアニメとか昔の特撮ものをもう腐るようにもう見始めて、遅ればせながらハマったみたいな感じでね。高校を中退してすぐに業工会へとやってきた大ちゃん。古紙回収以外の仕事をすることなく33年が過ぎた。ここに着いたのはただ居心地がいいというわけではない。外の世界を知らないから、うん、だから外がどういうね、あの肌触りなのかは味わったこともないし。そう、大ちゃんは外の世界が怖い。そして責任者の森下さん、ここへ来る前は建築関係の仕事に就いていた。しかし気管支の病気を患い職を失うことに。社会の冷たさ、人との関わり方に疑問を感じていた時に出会った場所が業工会だった。まあ、ちょっといるうちに居心地良くなりましたね。普通の世の中で、あの顔では普通に挨拶してこう丁寧で言ってても、腹で何考えてるか分からへん、影で何言うてるか分からへんよりは、みんな表で言うてることが表も影もないんで、分かりやすいのはその安心感になりました。そして15年前、責任者に就任。経理のほか業者との連絡係などを担当している。毎週土曜日、業工会大阪支部恒例の皆が心待ちにするものがある。うちで週決めで出してる、お小遣いです。給料がない業工会ではお小遣いが唯一の現金収入。土曜日のお昼は皆そわそわしている。大丈夫、はい、はい、お小遣いは7000円から1万円。週払い制度は今も昔も変わらない。まあご飯代とかどっかに行くっていうわけにもいかないからね。だからまだ見て。驚くことに責任者である森下さんもメンバーと同額、週1万円のお小遣いだという。それには森下さんなりの考えがある。僕が嫌なんです、みんなと違う立場になるのが。みんなと同じでいたいという気持ちですね。ここのメンバーは業工会の全額負担で社会保険に入っている。現在メンバー7人のうち2人が要介護者。その介護費用もすべて業工会が負担している。それぞれが支え合いながら生きているのだ。業工会を支えるもう一つの力は全国からの寄付。送られてくる生活用品も貴重な生きていく糧となっている。ある火曜日の夜、森下さんと大ちゃんが食堂にいた。野宿してる人たちに配るおにぎりです。80年代かそのぐらいからなんかうちは夜回りをやっていて。路上生活者を見回り、食料などを提供する夜回り。毎週火曜日、森下さんは15年続けている。おにぎりを握りながらその役割を教えてくれた。実際に夜回りしているといろんな状態で亡くなってはる方いますよ。冷たくなってはる方。だから一人でもこのおにぎりとか毛布が命つなぐためにね、役に立つんやったらやる意義があるなと。偽善に見えるかもしれないという葛藤。ここのメンバーだって余裕がある人は一人もいない。それでも喜んでいる人が一人でもいるなら、そんな思いでおにぎりを配る。すいません、こんばんは。山里ですけど、おむすびいかがですか？
マスクお使いになりますか。使ってください。おやすみなさい。森下さん、ここで業交会のメンバーにっていうことはないんですか。ここで行き場に困ってた場合、基本的に生活保護の方に回したりとか、業交会っていうのが共同生活ですし、それに現金的な収入も少ないんで。野宿をする人たちにいきなり共同生活を進めるのは難しい。ただ共同生活だからこそ得られるものがあると森下さんは言う。基本やっぱり貧乏ですけれども、でも生活保護じゃ得られないそのものと言ったらいいんでしょうか。ね、過去にも今までそのあるメンバーがその日の仕事出てきてなかったら心配して覗き行くような人もいてますし、赤の他人同士なので別に好き好んで気が合うから一緒に住もうやっていうことでもないのに、そういうことがこう起こって、まあお金、僕らが取れるお金っていうのはわずかですけども、その生きてる意味合いとしたら濃い部分があると言ったらいいですかね。そんなのが僕は、業交界の持ってる良さなんやと思うんですけどね。居場所を失った人たちが集う自分たちだけの居場所、つかず離れず程よい距離感で支え合う。これからもそんなおっちゃんたちの共同生活は続いていく。